今日の県内は風が強く吹いていて JR の在来線では一部本数を減らして運行しています仙台管区気象台によりますと県内は急速に発達する低気圧の影響で風が強まり現在県内全域で強風注意報が出されています午前11時までの最大瞬間風速は駒の湯で20.7メートル 尾川でこの影響で JR 東北線の仙台と小後田の間では一部列車に運休が出ていて他の路線でも遅れや運休が発生する場合があるとしています